対して岸田が厳しくいきました。2年間水戸でもプレーした経験を持っている帝王、富山にイエローカードです。この辺風の影響やはりフォワードとしては開幕戦ですし、シュートを一つ打っておきたいという気持ちもあるんですかね。もちろんでしょうね、抜けてきました。ハスキッチ速いボール、おっとこぼれて、おっとこれは決まってしまった、オンゴール。意外な形で先制です。大宮アルディージャ、岸田のオンゴール。サイドをうまく割りましたね。これ相手の背後ですよね。もう一つ取られてしまった。戻したボール、村田が狙っていた。そのままスピードアップして持っていく村田、中深堀、村田が行って、村田まだ行く、シュートだ、こぼれて奥田光也、シュート、ブロック、川面よくブロックに入りました。監督から直接キャプテンに今シーズン指名されました中山が入ります。安藤のキック巻いてくる、折り返す、近藤のクリア、つながって山田、切り返す、いいコントロール、シュートだー、山田浩太、見事なフィニッシュ、水戸同点。選手よりも入ってきた中山選手嬉しいんじゃないですか。そうですね、これまあセカンドボール味方で接触してしまいましたね。山田選手が本当冷静でしたね、ここをしっかり、このセカンドボールですよね、これをトラップできたことですね。これで一つあったかなというね。クリア、一平篠塚、拾う安藤、送る気、仕掛けられる選手、マッチアップ、運動家ボニフェイス、奥抜きが行く、奥抜き、縦に行った、奥抜き、マイナス、シュートだ、こぼれている、シュート、富山だ、途中出場、富山。いや、交代で入った奥抜き、いいプレーしましたよね。ここは、このマッチを1対1で思い切って仕掛けるんですよね。でも決定的なパス、ミカド、こぼれ球を交代で入ったという、まあ、全て絡んだ選手が落ち着いていましたよね。そうですね、巻いてくる、ドカボニフェイス、こぼれて山田、シュートだー、2点目かというシーンでした。山田浩太、うまかったですね、見えないところから遅れて2枚行く、山谷仕掛けて、山谷まだ行く、山谷のシュートだー、キーパー触りました笠原。イメージとしてもう少し外目を狙いたかったんじゃないかなと思いますけど、抜き抜ける、奥抜き外す、サポートありません、奥抜き狙っていく、三重川よく反応しました。ここで試合終了。開幕戦勝ったのは大宮アルディージャ、1対2。最後までどちらに転ぶかわからないゲームでした。解説三浦康俊さんです。試合全体振り返っていただけますか。